皆様大変お待たせいたしました。準備が整いましたので、これより質疑応答のお時間とさせていただきます。質疑応答はマーケティング企画本部本部長中村に加え、サービス企画推進部部長西村の2名で対応させていただきます。なお恐れ入りますが、ご質問は本日の説明会の内容に関わるもののみとさせていただきます。ご質問される方はスタッフがマイクをお持ちしますので、媒体名お名前をお伝えいただいた後、お一人様2問まで1回でまとめてご質問いただけますと幸いです。それではご質問のある方は挙手をお願いいたします。では前から2列目のグレーの飲み物をお召しのお客様、1列目の、前髪です。編集部の須田と申します。23歳の誕生日までずっと続く割引ということで、インパクトのあるものだと思うんですけれども、ですね、他社さんの学割でも、例えばドコモのロング学割、2021年のシーズンに立てたものとかですね、その22歳の誕生日までずっと続く学割っていうもの自体は他社さんでも事例があったと思うんですね。ただ、その時点での、その学割が行われた時点での対象プランっていうものに限ったもので、例えばその学割を適用した状態で、今後、翌年とか2年後とかに新しいプランが出て、プランを変えたら対象カードとして混ぜてしまうっていうものが、他社さんのケースだと思うんだったんですが、楽天さんもワンプランでやってるとはいえ、アンリミテッドの頃から何回かプラン自体は変わっている、で自動移行されているってことで、そうですね、無期限といいますか、誕生日まで22歳の誕生日までずっと続くということをアピールしているとはいえ、そんな先の約束ができるものなのかというのが正直なところなんですが、ちょっとそのあたりお考えをお聞かせいただけますか。はい、ありがとうございます。確かに料金プランはですね、今後変わる可能性というのはもちろんあると思います。でその場合はなるべくお客様有利になるように配慮したいと思いますけれども、現時点でプラン変更の予定があるわけではないので、ちょっと具体的な回答というのはないと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。では次に、真ん中の列の一番前のネイビーのお召しのお客様、よろしくお願いいたします。イングレス携帯大手の関口と申します。よろしくお願いします。ちょっとシンプルな質問で、ポイント還元が今回の推進プログラムの方の施策ということで、単純に値引きではなくてポイント還元になった理由を丁寧な質問として教えていただければと思います。よろしくお願いします。はい、私からさせていただきます。で、率直に申し上げると、ポイントバックは楽天グループとしては楽天ポイントを強みとして持っていますので、皆さんの旧楽天ポイントを還元したので、楽天サービスを使っていただきたいというところもございますので、楽天ポイントを還元するということです。今後もしかしたら直接値引きさせていただくこともあるかなと思いますけど、現時点ではここまでということで、解説させていただきます。はい、ありがとうございます。もう一問が、選択肢にそもそも入っていないという話ですね。先般の選挙家族プログラムにも同じようなお話がありました。で、その家族割がご用意いただいた段階で、ある程度その営業策というか、お客様への訴求としては一定の力は出たのかなと思うんですけども、さらにそこに学割を乗せてこなきゃいけなかったところですね。もう少しその、選択肢に入らなかったという一言になってましたけれども、その後にもう少し深く教えていただけないかなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もちろん従来からですね、値上がり学割というのは検討してまいりまして、順番についてはできたものから提供するという考え方で、先に、最強家族プログラムの方が先にリリースされて、今回は最強青春プログラムがリリースされたことになりまして、決してこの数字を見て後から出したということではなく、最初からプランニングしておいたということでございます。はい、ありがとうございます。他にご質問がある方は挙手をよろしくお願いいたします。では
入り口側から2列目、前から2番目の黒い服をお召しの方、よろしくお願いいたします。すいません、フリーランスの西野と申します。最近の家族プログラムにもちょっと関連するんですけど、今回もそうなんですけど、どのデータ容量、データ使用量になるかというか、まあ、3段階容器になるかで、結構一律の金額なので、最後の使うことが、割引率がなんか下がって、なんかちょっと損した容器になっちゃうような気がするんですけど、こういう仕組みになっている理由っていうのは何かあるんでしょうか。あと、まあ、今回はちょっとあんまり、あれですね、アートに与える影響っていうのは、どうお考えかというのを教えてください。はい、まず、据え置きというか、各階段で特に差を設けていないというところでございますと、まあ、特に無制限の料金とかですね、他社様よりは圧倒的には安いというので提供させていただいておるところでございますので、まあ、基本的には、まあ、そもそも安い中で今回さらに若者を皆さんお会いしようというコンセプトをやらせていただいておりますので、まあ、一旦まずは全部据え置きということを考えさせていただいて、まあ、今回から立て付けさせていただくという形でございます。2番目のアップの影響でございますけれども、今回テクニカルな部分ですけどポイント還元ですので直接的なアップには、まあ、影響がないという言い方にもなります。でただしもちろん PL には影響がございまして、ただですねこれを今回導入することで獲得が増えるということを見込んでますので、トータルではプラスになるというふうに見込んでおります。ありがとうございます。では次に入り口側から2列目一番前のネイビーのお洋服をお召しの方お願いします。フリーランスの石川です。よろしくお願いします。これ子供をまあぜひ楽天モバイルに入れたいなと思ったときに、やはりまあ小学生だと、まあ、キッズ携帯的なものが欲しいなと思うんですけど、まあ、そういったものの用意を今後される予定はあるのかというところと、あと、まあ、楽天モバイル使い放題でいいプランだと思うんですけど、一方で親からすると YouTube ばっかり見んなっていうところもあったりするので、なんか逆にその例えば、まあ、20ギガぐらい止めたいとか、なんかそういったリミットが今後かけられるようになったりするのかというところを教えてください。はい、ご質問ありがとうございます。まあ、私も SS なのでただいまの質問については共感するところがございます。まあ、ただ現時点では未定という回答になってしまうんですけども、いただいた声はですね当然他のお客さんから出ると思いますので検討してまいりたいなと思います。容量止めるのもそうですか。そうですね、まあ、一つの選択肢としては検討したいなと思います。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。ではこちらの列から2番目の一番前のお席のグレーのお客様。はい、フリーライターさんと申します。今回の学割策ということなんですが、他社さんでいうとも時期的には12月1月ぐらいからも始まっているもので、タイミング的にはかなり遅いのかなという印象を受けるんですが、なぜこの時期なのかというのを言って教えてください。それともう一つ、おそらく当初シンプルなワンプランというのをおっしゃられてたと思うんですけど、その家族割が増えて、その学割増えたら複雑化がしてきている印象があるんですけど、この辺に対してどう思われているのか、その複雑化に対する考えを教えてください。はい、ありがとうございます。時期の話ですけれども、先ほどもありますと申しましたように、準備が整ったから、このタイミングだったというのが、正直なところでございます。で、今回、タキアリアさんはですね、毎年やられていることを我々初めてやりましたので、今回の学びを踏まえてですね、来年以降はタイミングを考えていきたい。今回、工場的な施策ですので、タイミングというのはないかもしれないですけど、次に生かしていきたいなと思っております。で、プランと複雑化というお話ですけれども、あくまで料金プランとしては、変わらずいいということを、我々としては立て付けておりまして、そこに、最強、青春プログラム、最強家族プログラム、プログラムという言い方をしているんですけども、いわゆるプランに、オプション的に選んでいただくような形にしていますので、プラン自体のシンプル化というのは損なわれていないというふうに考えております。分かりました。ありがとうございます。
次の方で最後の質問とさせていただきますと幸いです。ご質問がある方は挙手をお願いいたします。では真ん中の列の前から2番目の緑のお洋服をお召しの方お願いします。日経新聞の佐伯と申します。よろしくお願いします。ちょっと今回の学生向けプランではなくて、その前回の家族向けのところでまずお伺いしたいんですけども、校長に推移しているということなんですが、まあ、足元で具体的にどのぐらいのなんかこう影響が出てきているのかというのが伺えるようであればお伺いしたいのと、今回その学生向けプランというものが今後その契約ゾーンにどのぐらいのこう効果を出してくるというふうに見ていらっしゃるのかというところをお願いします。はい、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、数字については今回公表しないという形で出していただいておりますので、このグラフでなんとなくイメージをつかんでいただけたらと思いますけど、大変ご好評いただいています。パーセンテージとかも難しい。そうですね、こちらのグラフについては数字を反映してますので、なんとなく続けていただいて。あとその学生向けの今回のものがその契約数にどのぐらい効いてくるというふうに見ていらっしゃるかもお願いします。はい、こちらもですね、同じく公表できない数字ではございますけれども、賞賛ありというふうに見て出していますので、同じようにご公表いただけるんじゃないかというふうに考えております。ありがとうございます。以上で質疑応答を終了とさせていただきます。中村さん、西村さんはご登壇ください。